直してください。これ絶対工場するって思っちゃうわけじゃないですか。課題が出たら買い足していく。はい、これちょっと改造してみようと思います。はい、頑張ってみてください。頑張ります。皆さんこんにちは、高坂きのです。今日も始まりました模型 TV。 今日はなんと久しぶりに地球堂模型さんにやってまいりました。皆さん地球堂チャンネルでご存知だと思うので、よかったらですね、まだ知らないという方概要欄からチェックしてみてください。さて地球堂さんっていうのはですね、以前にもこんな動画で紹介したんですけども、島根県の浜田市にある模型店さんでございます。そう、老舗の模型店さんで、後ろにももう見えてますが、こういった工作スペース、塗装スペースなども用意されていて、ジオラマ教室とかいろんな教え方をされてる素敵な模型店さんでございます。で、お店の中がちょっと変わったっていうことで、ちょっとお店の紹介と、ここの地球堂さんの南條さんがミニ四駆が結構詳しいんですよ。ミニ四駆をですね、学びに来たり改造しに来たりするお子さんもいっぱいいるみたいで、一緒に作りながら速さを結構ね極めてらっしゃいます。ということで、この私がですね、先日福袋で買ったタミヤさんのミニ四駆、これがですね、なかなかつけてみたもののかっこいいだけで、なんか理にかなってないんじゃないかということで、これをスピードアップするためにどんなことをしたらいいかっていうのをちょっと尋ねながら改造したいと思います。ということで、まずはこんな感じの工作スペースがあります。いろんな塗装ブースが置いてあって、エアブラシの種類も結構多いですよね。こういったのを使って塗る練習ができたりとか、工具類とかもめちゃくちゃ置いてあるよ。紙筆揃いすぎてない？あ、アルゴさんとかも模型店として販売もしつつ教えつつなので、揃ってる工具の量も段違いです。すごい。ようこそ南條先生、めっちゃ可愛い。ここに通われてるお子さんたちのですかね。さて、店内はこんな感じになってます。町の模型店って言ってもめちゃくちゃでかいんです。ぐるっとマテリアルも箱もたくさん並んでます。結構棚の位置が変わってて、前はここね、アメ車とかが置いてあったようなコーナーだったと思うんですけど、なんかね、最近はこういうキャラプラも品数が増えたそうで、結構ね、都内とかではなかなか見れないようなものがずらっと、おお、置いてありますね。結構な品揃え、すごい。すごいね。島根に来たら、ぜひ一度寄って何があるかななんて探してもらえたらいいかなと思います。すごい、ここもすごい揃ってる。女の子コーナーだ。で、今度こっち側振り返るとツール棚になってます。プラパンがいっぱいあったりとか、こういったパーツ類がいろいろあったりとか、じゃじゃん、ここ新しく増えました、ジオラマのツール素材が置いてある棚です。スタイルフォームだけど、これすごいね、クワチがこういった色が様々ある粘土だったりとか、これバラストとかね、石、土系、結構区分けして見やすく入ってます。これジオラマ素材って形も違えば粉とかね、こう素材の重さとかも違うから並べるのすごい大変だと思うんですけど、この棚なんと南條さん自作されてるそうです。だからここ見て、引き出し開けるとこんな感じ。ジェットとか、そういうのも、ずらっと並んでます。しかもこれ結構重いもの入ってるんですけど、さらっと出てくる。さすが、ものづくりの先生は違いますね。こういったものもずらっと入ってて、すごい見やすいジオラマ棚になってまーす。最初はこういうセットからね、始めるのもいいですよね。めちゃくちゃ見やすい。はい、もちろんこういったスケールモデルのキットもずらずらずらっと置いてあります。すごい、覗き込むとめっちゃあるね。うー、結構ね、もともと地球堂さんスケールモデルが好きなそうなので、古くからあるキットとかもあったな。どっかにあるかな、あるかな。あ、大きい箱はこっちにありますね。ところでマシと並んでます。じゃん、ここにはですね、ジオラマに結構力を入れてらっしゃるので、
瀬川さんのこういったジオラマ作るキットも置いてあります。かなりの種類がねこうやって置かれてるので選べるようになってます。あれこっちはまた全然違うじゃん。ウッドパズルだなこれ。こういうのも置いてあるんだ。はい、ここは車の棚です。2列もぎっしり並んでます。お、こっちのツールのコーナーの裏にもまだキットありますね。くるっとキットが置かれております。で、真ん中のコーナーがこういったツール類なのでここもすごいね、ゴッドハンドさんのコーナーはがっつり筆から何からアルティメットも、すごいね、なかなか在庫ないんだよ。すごいね、置いてあったりとか。あ、ここのデカールもすごい。こんな見やすいとこなかなかないよ。棚が1列デカールになってますね。おー、すごい量。下の方にこれガンダムデカールとかがあって、こっちは汎用性の高そうなのとかデザイン性が高いものとかいろいろあります。なんかこういうマニアックな工具類もさらっと置いてあるのがさすが地球堂さんだなと思います。こう動画でも拝見してるといろんなところにねアンテナ伸ばされてるので、やっぱね詳しいですよ店長さん。そしてやってまいりました、今日教えてもらうミニ四駆のパーツコーナーです。ここすごいんだよって、なんか前に来た時瀬川さんと一緒に喋ってたんだけど、なかなか今は手に入らないものがさらっと置いてあるって言われたけど、私はまだねその価値が分からなくて。そうなのよね、だからこれから勉強しようと思うので、さっきのマシンを早くしてもらいながら何がなんだか聞いていこうと思います。はい、地球のわけなんです。今日も特に来てくれてます。お願いします。お願いします。お願いします。で、ボケちゃったそう、という地球ダモディオ南條さんととくんです。お邪魔してる方です。ということで、私相談したいことがあって来たんだけど、はい、このミニ四駆わざわざ島根まで、そう、ありがとうございます。ここに来るよ、ミニ四駆が早くなると聞いて飛んでまいりました。すごいプレッシャーを。でもあれですね、本当なんかあ、でも作ったんですね。そう、これ動画見ましたよ。あ、そうなんですか、ありがとうございます。そう、あの浜田のホテルで作ったんですけど、あのミニ四駆福袋というのを、うんうん、あの今年の正月に入ってからすぐ買って、うん、5,500 円で入ってたものをそのまま組んだんですよ、はいはいはい、ただ組んでみたらなんかやばいところがいっぱいあるなってことに気づいて、はい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 、これは絶対早くないだろうって思ったんですよ。なるほどなるほど。なのでミニ四駆結構こうどうしたらいいよってアドバイスされてるじゃないですか、うんうん、なので南條さんに教えてもらったら早く飲んじゃないかなということで直してください。あ、でも確かにありました。そうですね、あの例えばこことかも、うんうん、プレートがついてるけど特になんかこうね、うん、意味をなしてないところとかあったり、これ確かにこっちの方が出てるってことか、そう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 、意味が分からんね。確かにカーボンの方が出てる、そうなんですよ、うん、なんでこのプレートのなんか生かし方とか、そうそう、あとここも多分言われたようにこれ絶対交差するって思っちゃうわけじゃないですか。そう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 、下げたんですよ、つけれないから。あ、そうそうそう、でもそれでもおかしいからだったらちゃんと合うものを選んで、はいはいはい、いや了解です、わかりました。はい、え、じゃあ予算は5000円でお願いします、はいはい、5000円ぐらいで、あ、いいですよ、ちょうどいいところだと思います。あ、本当に了解です、お任せください。はい、ということで早速地球堂さんの売り場に、はい、来ました。これをどうしたらいいんですか？あ、そうなんですよ。こちらがですね、まずこのままだと、うん、ミニ四駆走らせているときに結構右や左やバランスが崩れるんですよ。あのカーブするときとかですか？そうそうそう、あとジャンプで着地するときとか。はん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 。そのときにこのままとか高さがないと、うんうん、コースに引っ掛けるものがないと、うんうんうん、ピョンと飛んでっちゃうんですよね。あとこれブレーキっていうんですけど、うんうん、これなんかスポンジみたいなの貼りません？そうなんですよ。そうですよね。なんか引き出すものがまだついてないし。あもともとそれがちゃんと当たる位置にあるのかとか、うん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 、そうそう、そういうところとかね直していけたらと思います、はい、で理想は理想、はい、何この紙、そう、うちの店長のおすすめ、そうそう、基本的な改造はこれ、そう、こういうの何これ、こう初めてねあのミニ四駆で、え、すごい、ここで作ってるんですよ。じゃあこれ真似すれば、そう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 、そういうことです。ちょっと必ず速くなると、そういうことです、後ろにこうやって、あ、パーツ類も作っててよかった。本当に、はい、じゃあ早速パーツ選びお願いします。はい、前のところなんですけど、このこっち、うんうん、
とこポチって出てる。そうそうそう、なんか棒みたいな丸やつ。これを作らないといけないんですけど、これをネジで普段やると皆さん思い出しなんですけれども、うんうん、え、ネジじゃないネジ止めじゃない、え、なにこれ。うちのお店でタミヤさんの僕が必要だと思うのはバラ売りで全部取ってくれる。これバラ、そうそう、バラ売りで。あ、でもタミヤさん公式なんだけど、そうそうそう、みたいな。もちろんタミヤさんの商品ですよ。え、なんかすごい長さの、はい、これキャップスクリューという30ミリのネジなんですけども、はい、すっごい硬いんですよこのネジ。え、ちょっとグイってやっていいですか。え、そう、全然やっていいですよ。全然違うんです。確かに硬い。普通のネジだと衝撃でこうネジがこうクッと曲がっちゃったりするんで。 あれ曲がってるの見たことあります。なんか L 字とかこう、こういうこういう感じ。そうなんです、うんうんうん。前のところはすごい強度がいるんですよ。これがまず必要。一つ目、はい、まあ、使ってる素材はすごいいいので、カーボンって、うんうん、普通 FRP とかだったら2枚に重ねたりとか、うんうん、まあ、そこから分かんないです。あ、はいはい、素材、なるほど。カーボン、そう、カーボンはかっこいいと思うんですよ。で、毎回こうやって何年って出てるから、やっぱ伝統的に使うべきものなのかなと思うんですけど、何が良いのか知らないんですよ。別にこれおしゃれのためにあるわけじゃないので、まあおしゃれじゃん。そう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 、着けたらとりあえずこれ塗っても貼ってもないんですけどかっこよくなるじゃんみたいな。あ、違うんですね。そうなんです。 FRP っていう素材と FRP、 ほうほうほう、こういう素材と、ほうほうほう、あ、なんか見た目もすごい似てますね。そうなんです、カーボンみたいな。形も一緒なんですよ。でこれがカーボンってやつなんですけども、え、何が違うんだろう。これ強度が全然違うんですよ。やっぱカーボンの方が硬くて、なんで僕は FRP を使うお客さんには2枚に重ねて。あ、ほんとだ、硬いかも。そう、そうなんですよ。なんか絶対たわまないというか。そうそうそう、そうなんです。こっちはちょっと頑張ったら曲がりそうな気がする。そういうなんか、まあ加工がしやすいっていうメリットもあるんですけど。へえ。この2つの特徴でいくと、うん、まあ今強度があるところなんで、で前が一番本当しっかり硬くしたいんですよね、マシンで。こういろんな衝撃を、そうそうそう、曲がっちゃうとそれでもうなんかこう当たらなくなって、そうそうそう、コースアウトしやすいってことですか。でもなんか後ろの方は逆にこう添えてこうフッとカーブする、そういった意味で。であとは横向けた時に、こう横にした時に、横向けた時にこうマシンがこうスーッと立つような感じが理想なんですよね。へー。今このままだとストンってはははは、こっちにストンってなったりするじゃないですか、うんうん、だから後ろに倒れない、こう、あ、上下に立つって本当に立つんですね。三輪車みたいになるじゃん、こういうことこういうことで。そうそうそう、これ宝箱セッティングなんですけど。宝箱セッティング、なんかそういう名前、なんかめっちゃかっこいい。ミニ四駆って面白い名前つけるお客さん、ね、ちょっとかわいいし、ここが広まっていくんですよね、うん、ここにした時にあのくるんとひっくり返らないってことは安定してる。あ、なるほど、じゃ戻りやすいんだ、立てるほど。そうそうそう、いろんな本当にもうミニ四駆っていうのはあのいろんなこうコースが嫌がらせしてくるので、こんなミニだったり、うんうんうん、こんなミニだったり、それを全部こう受け止めて、受け止めて受け流すみたいな。そう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 、あ、そういう感じ。そういうことなんだ。前が受けて後ろが流す。後ろの方は別に2個同じものの並べてあげるってことですね。そうそうそう、こうやってテーパータイプって言うんですけど、うんうん、これコースがこう来た時にこうスッとこう、この斜めに切れてるからより戻りやすいよってこと。そうそうそう、なんでこれはこれでいいんで、上はまっすぐ、じゃあ同じサイズの、そう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 、まっすぐでいい。はあ、なるほど。それも買ってもらいます。はい、なんかグリーン系統で合わせた方が良さそうですよね、このカーボン使うなら。っていうのもおしゃれですよね、なんか選べるから。確かにおしゃれ。ちょっと、ね、緑色なんかあった気がする。ありました。あ、いいいいいい。あ、あれこれと同じやつだ。そうなんです、これ多分 年度が違うやつです。で色がグリーン、2016年こういうことか。ここのすごいところはカラーが毎年変わっちゃうから、そうそうそう、揃ってるからこうデザイン性も狙えるわけですね。だからすごいんだこの店。この店は奥からいろいろ出てる。あとだからネジがいるんですね。あ、これを1本で貫くってことですか。そうそうそう、上下を。そうなんですよ、だからここに下からネジで通して止めます。ですよね、はい、1本で行くんですよね、そう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 、上下じゃないとずれちゃうし、あのネジ同士上から下からやるとぶつかるから止まらないってやつですよね、うん、そう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 、うんうんうん、貫通させて。もうそれ生放送の時に実感しました。ここじゃないなとか思って、そうだからこれが前に来たんですよ。入らんわ。例えば2ミリのなんかピンバイスでも先穴開けちゃう。あ、そうすると通しやすくなる。確かに確かに。ローラーも小学生のアイディアらしいですよ。すごっ、何から作ったんだろうね。自分のつけてたボタンをつけてカーブしてみてた。まあ、諸説あるとは言いますけども、ね、小学生頭やらか。でもなんか小学生のアイデア結構取り入れてるのがミニ四駆らしくて、タイヤもピンクがいいとか黄色がいいとか、ちょっとカラフルですよね。確かに可愛い、カラーリングがあるので、やっぱり子供にね遊んでもらうってことなんですよね。これは
一番長いネジですか。そう、こういうのがいろいろ入っている方が。あ、これ長、本当だ、そうそう、15から30まで選べる。長いのは40なんですけど、今回はまあそこまで長くなくてもいい、まあ、この幅を貫通して止めれればいいんですよね。そうそうそう、止めればいい。で、あんま長すぎるって出っ張るから、そうそうそう、程よくナットが止まればいいと。そうそうそう、あとそうそう、間になんかスペーサーを入れなきゃいけないので、スペーサーっていう、そのスペーサーだ、スペーサーもグリーンあるじゃん、かっこいい。イエーイ、おしゃ、おしゃんセットでございます。かっこいいね。なんかやたらとスペーサー入れたいがために高さと言いたくなるやつでしょ。でも立てばいいから効果的には一緒ですよね、高さ関係なく。じゃあ高くしちゃう、しちゃう。あとははい、あ、かわいい、ボール。そうそう、え、どっち、あ、なんかこう渋めと明るめ。でも明るめじゃないですか、この感じ。うん、明るめでここだけ黄色入れる方が感じないですか。あ、いいかも、うん、そうですね。じゃあこっちの明るめの、はい、明るめにします。はい、うーん、逆にこう黒とかシルバーとか。あー、いや、せっかくね、うん、カラフルで可愛い方が小学生の気持ちになりたい。了解しました。あ、でもこれ安いんですね、このあたりは。あ、そうなんです。え、めっちゃ安い、うん、なんか金属性高いイメージだったのにめちゃくちゃ安い。でこれが、はい、アイマウントチューブスタビセット。さっき言ったスタビってあの前の棒ですね。そうそう、これです、これです、うん、このイメージ。こんな感じで斜めになったのをこう、うん、ポンと、ね、跳ね返す、あのマッチ針の話。この図が丁寧で分かりやすいですね。そうそうそう、こういう効果がありますよと。そうそうそう、へー、はい、ちなみにこの中に無理やりなんかロックナットっていうのを入れて、ロックナットでなんか止めやすくしないとちょっといけない。これこの中に無理やり入るんで、それで入れると、うんうん、ここにネジ頭が、あの、ネジの、出てくるんだ。そうそうそう、はははは。で押さえて回して止める。そうそうそう、ネジ穴が出てくるんでそこでキュッキュッと止めて、あの、はい、この湯飲みをこうクックックって回したら止めるように加工できるので、この中に入れてみてください。はい、でも大体今ので揃ったんじゃないかなと。これ、あ、スポンジ、そう、スポンジ買いましょう。スポンジはないぞ、これだ。グリーン、あ、でもこれって強度違うんじゃなかったですか、色で。そうです、こっちがブレーキあまり効かないです。あ、これがほどほどで、うんうん、ピンクしっかり効くやつがあるんですけど、うんうん、ちょっと今すごい人気で白色に変わったんです。え、そこから欠品が続いちゃって。なんで白色になったんだ、ピンクの方が可愛いとか個人的には思ってしまった。あ、そうなんです、なんかいろんな理由でなんか白くないね、なんか擦れて汚れそうですよね。そう、あ、それなんか案外汚れないっていうのがお客さんの方なんで。あ、じゃあこれ で、ね、これはもう色関係ないしゃーないですね。そうそう、裏なんで、うん、コイン。あとこれ、これは何ですか。これがですね、あのミニ四駆って、そのさっきの後ろのこの部分作ったら、うん、まあ、確かに安定するんですけど、今度ジャンプした時に下のローラーが引っかかるんです。ほうほうほう。でその引っかかりを防止するためのプレートっていうのがいって、へー、これ別にカーボンじゃなくても FRP なんですけど、こういうここです、ここローラーが引っかからないようにこうカバーしてるの分かりますか。あ、はー、なるほどなるほど。これで、あの、コースに、まさに今の私の指みたいな効果を出せばいいですね。そう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 。この感じですね、カバーしてあげるんですね、ちょっと。ただこのローラーはそもそもそういう効果が実はある。あー、うん、ここなくてもいいのかな。かこれの種類によってはあった方がスッと抜けるよと。あとタイヤとか、まあ、このあたりはもうお好みなので、うんうん、はい、これで大丈夫です。はい、一通り、そう、一通りできたと思います。うんうんうん、え、全然5000円いかなさそう。いかなさそうだね。僕の店結構お客さん持ってきてこれいらないよいらないよって結構引き算するんで、でこっからまた課題が出たら買い足していく。はい、はい、そんな感じでいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、これちょっと改造してみようと思います。はい、頑張ってみてください。頑張ります。いつものお部屋に帰ってきました。早速南條さんに教えてもらった通りにですね、こちらを改造していこうと思います。で今回買ったものはこちらです。なかったブレーキ用のスポンジでしょ。後ろのローラーを宝箱セッティングするために1個増やしたりとか、スペーサーもグリーンのものをたくさん用意してもらいました。でそんだけ長いやつを通すためのビスセット、バラ売りのキャップスクリュー、かなり硬いですねこれね、すごい。でその先端につけるこの子たち、キャップちゃんで、これとロックナットも一緒に買ってきました。じゃあまあ分かりやすいところからどんどんつけていこうと思います。はい、まずはこれ今ローラーを外した状態にしております。でこっからじゃじゃーん、こちらが登場です。
男女さん手作りの店長おすすめ基本的な改造はこれ。で、まずは後ろ宝箱セッティングを教えてもらったので、それをつけていこうと思います。この長いビスを貫通させて、長く長い方がかっこいいみたいな話だったので、通しやすくするために穴を開けていきます。2ミリを開ければいいのかな。なんか何でも穴が2ミリっぽいよね。ここにゴッドハンドさんのカチッとはまるクイックドリルビットでございます。で、この穴を開けて、こう貫通していくと思うんですけど、これでネジが通しやすくなるはず。あ、そうね、引き抜いたらこういうこともあるわね、これね。で、そこにこれをまず通しながら、これをつければいいんだよね。長さ何にしましょう。一番長いのが30なので30にします。なんかタミヤさんのこういう説明書ってさ、こうやって実物サイズで図が書いてあるのが比較すれば分かるようになってて見やすいですよね。で、この長いやつに置き換えながら、これをまず通すと。通す。今の穴のところに差し込んで、もうね、穴が刺さってるからネジ回さなくても通る感じ。ザクッと入っちゃいますね。で、両方こうやって差し込んで、スペーサーをここに入れると。長いのか、入れすぎかな。ちょっと長さわかんないんで一回当ててみます。で、その上にローラーは来て止まると。あ、上下逆かな。上の方がネジっぽいね。どっちでもいいのかな。上ナットっぽく見えるので上もナットで留めます。あ、これちょっと長すぎて止まらんな。どう見てもこれはちょっと止まらんよね。もう一個短くしてみましょうか。どうじゃ。あ、でもこれでもちょっとあれ、うん、ちっちゃいのいらなさそう。よっ、あ、よさげな、よさげ。あ、これよさげじゃないですか。これぐらいでしょ、きっと。これ一個抜いて、これ刺して、うん、よさげ。じゃーん、後ろがいい感じになりました。ローラーが上下ついて、じゃん、立ち上がるようになりました。宝箱セッティングが始まり。でもこうするとちょっと急になんか触りやすくなりますね、これね。上のナットをロックナットとかにした方がいいんじゃないの。で、ロックナットにしてみよう。なんか緩くて抜けてきそうな付属の、もともとついてたナットなんですけどだったので、ロックナットにしてみる。合ってんのか分かんないけど、なんかそんな気がする。だってこれさ、すぐ取れるもんね、こうやって触ったらね。これじゃちょっと危ないよね、走ってる時とかにね。吹っ飛んできそう。悲しい。結構高いパーツで吹っ飛んでったら悲しいよね。ロックナットさん、突っ込んでみようと思います。はい、ロックナットに変えたらですね、これが全然動かなくなって、すごいちゃんと止まった気がするので、こっちにしようと思います。多分こうして、この前もやらなきゃだよね。前は今つけてるこのカーボンの形があんまり合ってなくて、 19mm の穴の位置にしようとすると、なんか後ろがね、これ邪魔する感じなのね。でも1個前に穴があって、高さというか 19mm と長さ一緒なので、そこにちょっと穴を開けてつけようと思います。ここに開けて、カーボン硬いけど抜けるのかな、これ。穴が開くのでしょうか、カーボンさん。よっしゃ、穴が開けきりまして、カーボン硬いね、さすがにね。
ここが一本こうやって通るようになったので、じゃじゃーん、バラ売りで購入したキャップスクリューちゃんをつけていきます。バラ売りって優しすぎるよね。よいしょ。で、ここをリットをして、おー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 、いいね、いい感じじゃない。よいしょ。うん。で、ここにローラーつけるね。あっち黄色くるんだったら黄色にします。これ普通にニッパーで切って止めればいいのかな。で、この上までもスペーサーを入れてくるよね、ここね。お、わりかし1個でもいい感じなの。ちょっと長い。そう、そんなちょっと足りないっていう時のためにスペーサーを2個買いました。もうなかなかね、同じ色だと見つからないよっていうのも教えてもらって、こっちの方がいいんじゃないかと。一番ちっちゃいやつぐらいかな。これをはめたらいいんじゃないかと思います。え、これって回す？回すの？どうやってつけるのが正しいの？困ったら説明書よね。回すんだ。回す。これに刺して回す。結構難しいのでは。下をこれで刺すのがいいわけね。なるほど。 OK。 あれ、ポン。あ、はまった、はまった。いいじゃん、かわいい、かわいいじゃない。 OK、 OK じゃないですか。こんな感じ、いいじゃん。え、可愛くなった気がする。じゃじゃじゃん。え、良くなった気がしません？え、かっこいい、かっこいい。埋めたよ、スペーサーで。え、可愛いし、いいじゃん。ほうほうほう、良いのでは。で、もう一個、これが残ってるんだよね。これはどこにつけるんだ？ハイマウントチューブスタビセット。これは横？横空いてるか、横なのかな。説明書はだいたい中に書いてあるということで。あ、でもなんか後ろとか前とかにあるけど、これ2本もこう立てんでもいいのかな。実はこのボールよりも、これ通称湯飲みっていうらしいんですけど、この輪っかをつける方がより効果が高いということなので、可愛くつけたけど外して入れ替えようと思います。仕方があって、これを止めるときは本当はこの流れでつけていくんですけど、今回下から刺してたりとかして他のものを使っているので、なんかスペーサーとか使わず、このままこの上にロックナットで止めていこうと思います。これも教えていただいた技なのでやってみる。このロックナットをこの中に入れていくんですけど、入れにくいらしいので、なんかこんな感じでネジにちょっとくっつけて、うんってできるようにするといいらしいです。こんな感じで中にこうね、ロックナットを入れて回すとそのままくっつくらしいのです。あ、このスペーサーがいらなくなった。開けたのに。おうおう、いけそういけそう。このままなんかこの湯飲みが、湯飲みってずっと言ってるけど、ハイマウントチューブさんがこうね
ね、回してくれるからこのままつけれちゃうのありますね。ついた。オッケー。え、ついた、ついた、ついた。ちょっと左右で違うんですけど、丸いのが結構標準的に使われてるけど、こっちの方が機能が多いらしいので付け替えてみましょう。かわいい、なんかチューリップみたいな咲いたみたいな。かわいい。で、下が見てなんかチューリップ咲いてる。チューリップが2輪咲きました。かわいい。ちょっとこれかわいいっすね、チューリップやん。で、ここには本当はこのサイドの部分、ここからちょっと伸ばして、で、重りをこの辺りにつけて重量を調節するみたいなのがあるらしいんですけど、今回私重りとここの延長するカーボンとかそういう素材がないので、でもせっかくだからさ、この今取って使い道がなくなった黄色い子ちゃんをちょっとここにね、つけてあげようと思います。かわいい。意味は特にも何もないけれど、なんかかわいい。かわいいじゃん。はい、という感じですね。今回はわからないままに組み立てた福袋のミニ四駆のセットを活かしながら、どうやったら速くなれるかなっていうのを地球ドーム系のナジュータに教えてもらいながらちょっと改造していきました。基本的なことを全く知らないと、このね、こうやって立つような宝箱セッティングっていうのも初めて知ったし、で、こういったボールの中に立てるキャップスクリューとかの硬さが違うんだよとか、そういった全く知らなかったことをいろいろ学びながらできたので、すごい満足してます。一個ずつどうやって走らせていいかっていうのは本当に勉強しないと難しいかもしれないけど、こういうさ、無意味なことをしつつなんか可愛く作るっていうのもミニ四駆の楽しみ方の一つなんじゃないかなと思うので、まあ速さもしかり、可愛さやデザイン性もしかり、まあ塗装するとかもいろいろあると思うんですが、皆さんいろんなミニ四駆の楽しみ方をしてもらえたらいいなと思います。私はこれがね、どういうくらい速くなったのかちょっと楽しみなので、走らせに行きたいなと思っております。このチューリップがね、めちゃくちゃ気に入ってますよ私。チューリップ、あ、ブレーキ貼るの忘れてた。ブレーキ忘れてたわ。ちなみにブレーキはもうこれを貼っつけるだけなんですけど、貼っつけてあまりブレーキがかかっちゃうときは、こういうこれ謎についてたマスキングテープがあるんですけど、こういうマスキングテープを上から覆って減らすらしいです。この厚みとかもいろいろあって、まあ、貼ってみたもののどれくらい効果がねこの子で生まれるのかっていうのがちょっとわからないので、なんか坂降りた時に吹っ飛んだりしたら足したりとか、逆になんかスピード落ちちゃうなんて方だったらテープで保護したりとかっていうのをいろいろしながら調節してみたいなと思います。これに関してはもうわかんないもんね、実際走ってみないと。一通りなんか走りやすそうな感じに改造できたのは南條さんのおかげです。ありがとうございます。地球の模型さんのチャンネルでも今回のオフショットみたいな撮影秘話みたいなのが一緒に流れてたりするので、よかったら概要欄からチェックして見てもらえたら嬉しいなと思います。今度はこれ走らせに行きたいなと思うので、どれくらい速いかちょっと楽しみにしております。これからちょこちょこミニ四駆ちょっと速くするためのをいろいろちょっと研究してみようかなと思っているので、あと皆さんもよかったら始めて一緒に速さも可愛さもかっこよさも追求できたらなと思っております。よかったらまたチャンネル登録して見に来てください。最後グッドボタンもお願いします。ということで以上